はい、今探索してたんですけど、ヒーロークエストが突如出てきましたということで録画していきます。急に出てこないでよ。アクセラレーション待ちして3コンボぶち込もう。ベンジェンスって全回避じゃん、マジ最悪なんだけど。全部回避された。お、終わった。関係ねえ、襲ってきたこと後悔させてやる。今更だけど話し合いに応じる気はない。話す気はねえってことかよ。おい、逃げるのか。飛び込みやがった。一体あいつは何なんだ。貴様ら、うわ、ケベス兵だ。出たー、ケベスの兵士だ。あのウロボロスです。お前たち覆面の男を見なかったか。見ました。我々は奴を追っていて。見ました。待て、アグヌスといるってことはこいつら例のウロボロスじゃないか。バレました。女王に立てつく反逆者どもか。そうです。はあ、何って。シラを切り通せると思ったか。おい、やるぞ。レッセン次か次へと。何なんだよ。有名人だな。ありがとう、いける。オッケー、これで終わってどうなんの。絶対だ。ほんと何なんだよ。まったくだよ。まったくだ、散々な目にあったぜ。急だしね。そういえばあの兵士たち。ああ、先ほどの男を追っていると言っていたな。どうして追われてたんだろう。ケベスに追われてたということは俺たちの敵ではなかったのかもしれない。いきなり襲ってきたのにか。とはいえ味方とも思えないが、脱走兵の類じゃないか。なあ、川に飛び込んだんだから川下に行ってるはずだろ。追って確かめりゃいいんじゃねえか。敵という可能性も捨てきれないが。敵ならぶっ飛ばす、そうじゃないなら話ぐらい聞いてやる。どうだ。どうだと言われても君は直情的すぎないか。どうする。行ってみよう。痕跡の追跡。特定のクエストでは人物が残した足跡をたどって追跡することができます。へえ。地面をよく見ると残された痕跡を見つけられます。へえ。へえ。はい。でもね、これちょっと本編の配信でやっていこうと思うので、一旦、録画終わりまーす。おー、通り抜けるよ。横失礼するよ。何なんだよ、あいつ。マジで。早くお通りになって。よし。で、ここから足跡を探すらしいんだよね。あ、こうか。
あ、いた。追いついたぞ。今度は逃がさねえ。足がつくようにしてやったとはいえ、わざわざそいつを持ってくるとはな。何？迂闊が過ぎるのではないか、ウロボロス。この人、ウロボロスを知って。おい、あんた一体何者だ。答える必要はないな。ケベスに追われていたみたいだけど。おい、本当に答えねえつもりか。話をしたいんだ。少しでいいから聞いてくれ。ん？ああ、そうだ、名前。俺たちは。いらん。要件だけ話せ。ケベスに追われてるんだろ。事情を聞かせてくれれば。知ってどうする。え？お前たちには関係のないことだ。じゃあ、私たちに関係あることなら、あんたも答えられんだろ。あんたは私たちの敵か。まただんまりか。不必要な詮索をしなければ敵対はせん。とか言っていきなり襲ってきたじゃねえか。だからなんとか言いやがれ。ちょっと言うに。こういうはっきりしねえのが一番嫌いなんだ。こいつ星さんに襲ってきたんだろ。ただの警告だ。それは今のお前たちに必要のないものだからな。余計なことに首を突っ込むな。わけわかんねえ。じゃあ何か、またこいつ目当てに襲ってくるってか。言っただろ、詮索をしなければ敵対はせん。あんたにとってこいつは必要なもんなのか。さてな。じゃあ、あんたは。待て、お前たち、つけられた。つけられたって。あれは見つけたぞ。貴様ら、やはりグルか。な、ちげえよ。お前のせいで面倒なことになったじゃねえか。俺はそんなヘマはせん。手を貸してやる。そうっす。この人のジョブ使いたいんだよな。いちいち過激なんだよお前。何をごちゃごちゃ言っている。おいお前ら、きっと耐えるぞ。アタッカーっぽいのよこの人。遠隔の。オッケー。ああ、もうしつこかった。ここに長居しない方が良さそうだ。そういえばムンバって遠隔アタッカーだったね。これ以上のトラブルは避けたい。あいつら結局なんでお前を追いかけてたんだよ。とっつきにくいからだろ。そうか、そうかってあんたな。それはお前たちが思っていろ。え？さっきのかけらだろ。必要なんじゃないのかよ。必要なのには変わりないが、お前たちを納得させるのは面倒だ。それお前が喋んの面倒くさがってるだけだろ。いつかそれの意味を知った後で悪用するのなら処分せざるを得んが、お前たちは多少なりとも頭を使えるようだ。今は亡き友の言葉を信じよう。なんか引っかかる言い草だな。他意はない。それであなたはこの後どうするの。やめとけ、どうせ聞いても答えてくれねえよ。やらねばならないことがある。答えんのかよ。追われる危険を冒してまでか。
無論だ。しかないけど。じゃあもう何も言わねえ。生きるも死ぬもあんたの勝手だ。おい。んだよ。お前たちは死ぬなよ。はあ？必要になれば俺を呼べ。手を貸してやる。殺そうとしてきたやつが何言ってんだよ。あれは警告と、お前たちを一つ試した。なんだよそれ、ほんとわけわかんねえやつだな。友の意志に従ったまでだ。あんたの友達って？手を貸してくれるっていうのは言葉通りに受け取っていいのか？どのみちそれを持っている人間を放っておくわけにもいかん。いまいち信用できねえけど、まあ強いやつがいるのは悪くね。手貸してくれるのはありがたいけどよ、あんたのことをなんて呼べばいいんだよ。今度は必要だろ、名前。ちょ、待て待て、名前だよ、名前。グレイ、そう呼べ。何だったんだあいつ。グレイ。さあな。グレイの誰だろうね、あれはね。いや、悪そうな奴には見えたけどよ。何か裏があるかもしれないが。できれば敵対はしたくないね。あんな奴と殴り合いなんて、もう勘弁してほしいね。グレイか。で、終わりか。これ短かった。黒っぽい。なんか分かっちゃったの嫌だ。フルメタルジャガー。どうしても呼びたければそう呼べ。ユーニと、やっぱあユーニと仲がいいっていうのは。フルメタルジャガーロールアタッカー、攻撃を連続ヒットさせることでどんどん強化されていきます。エネミーの攻撃に合わせたアーツで連続ヒットを狙うのがコツです。さあ、じゃあ登れなかったここを登っていきましょう。よいしょ。いい筋トレになるね。新天地を発見したようだ。もっといろんな崖を登りてえな。もっといろんな崖に登りてえってどういう心境で言ってんのそれ。登ってみるか。本当に そんなこと思ってんの。まあね、うん、納金なのは確かに。そら、こんなに貴重なものが手に入ると。このねロープウェイまだ使えないんだよね。これをさ、スラースラーっていけるになったらもっと行き先が多分広がるんだろうけど、あれがまだできないので、それはまた多分物語が進んで新しいヒーローが仲間になってから、ああいうのがチュチュルっといけるようになるんでしょうね。登ってみるか。うわあ、なんか泳いでる。いや、あれは飛んでるのか。レーベ高原。今まで意識したことなかったな。アルマ、そっちじゃ見たことなかった？いや、廊下ってさ、あれそうじゃないかな。廊下だよ、これは。あの小さなアルマが年を経ると隣のやつになる。考えてみればこの世界の生き物、俺たち以外みんなそうだ。気づいた。こんな大事なこと、なんで今まで気づかなかったんだろう。気づけば希望となり、
やがて絶望へと変わってゆく。誰へ？進まぬことの意義が深く深く刺さってゆく。え、誰この人？刹那の時、思考の体験、その輝き、何者にも勝るというのに。だけに骨が折れるよね。めんどくさい。いずれ知ることになる。これが Z でしょ。それがいかに貴重で変え難いものであったのか。 Z では？ Z はこの人よ。近い。こいつこいつ。仲良さそう。気が合うんだろうね。なんだろう、あのアルマたちを見てるとなんか安心するな。うん、これもウロボロスになったせいなんだろうか。どうかな。でも悪くないよ、この感覚。ああ、悪くない。で、ここか。この木なんだろうね。あの木が何か？ああ、少しだけ昔をある人を思い出していた。ある人？これはサフロージよ。サフロージ知ってます。でもこんなに咲き乱れているのは見たことないでしょうね。なぜ僕にこの写真を？私の宝物なの。その写真の場所へいつか帰りたい夢なんだ私の。残り時間は限られているけど、いつか。僕に作戦の立案やこいつの使い方を教えてくれた人なんだ。ん？すまん。構わないさ。彼女なんだって、あの写真を僕に渡したかったんじゃないかな。思いを。思いを渡す。そういうのあるからさ。の？今回はあれか、じゃあこの子のお話なのかな。メインストーリーはなんだっけ、タイソンくんじゃなくて、なんだっけ。この兵士は体温。あ、体温答え教えてくれたわ。この者たちを。体温ですか？体温、笑。うん、やってくれるよね。理由は？わらわら。敵兵士と結託しているからですか？だとしてもまずは情報の精査を。もうめんどくさいやつだな。ゲーみたいにしてもいいんだけど。
やめた。これつまんないや。今回は別の方法にしよう。別の方法？失勢感。じゃあ行くよ、イスルギ。さあぶちまけろ、意識の下にある全ての感情を。着きました。あ、ケベス兵が死んでる。ひどいありさまだな。最近のじゃないよね、かなり前。それも凄まじい規模の戦闘。兵士だけじゃない、鉄巨神の残骸もあちこちにある。まだ使えるものあるかもしれない、探そうぜ。ああ、そうだな。みんなで手分けして探してみよう。使えるものったってな、みんな錆びついてんじゃねえかよ。なんか見っけた？ダメだ、コネクターの K が合わねえや。お、ん？ん？ん？ケベスの兵士か。こんなところでずっと。名前ユーニ。クイックシューター。これって。え？なんで私の名前が。ん？現在停止した。処分済みませぬ。ユーニが死んだの。え？別のユーニ。ユーニ。ユーニ、なんかめぼしいもんでも見つけたか。え、なんかめぼしいもんでも見つけたかって聞いてんの。え、いや、なんもねえよ、なんも。なんだよ、じっと動かないからなんか見つけたのかと思ったじゃねえか。どういうことだ、どういうことだこれ。よ、こっちどかすの手伝ってくれよ。ああ、わかった。繰り返し作られてる？気のせいだよな。ただ、同じ名前のやつだっただけ。それだけさ。いろいろ想像はできるよね、これ。おい、みんなこっち。まあ、培養されて生まれてるから、その時点で確かに同じものを作るっていうのはできるだろうし。これって黄金の日時計の残骸？初めて見た。これが黄金の。変じゃねえか。黄金っていや、すべてのコロニーの頂点に立つランクだ。それがこの有様。これケベス軍のだよね。ああ、間違いない。その割にはアグネスの兵士も武器も見当たらない。どういうことだ。一体何と戦ったらこうなるんだ。揺れてる、なんだ。おい、まさかまた。アグヌス。戦うの？戦うのね、リプス。僕が相手になろう。助かるぜ。はっ。
先はどこ、先はどっち、見えた、ワイドスラッシュ高まってきた、調子が出てきた、イージスキー、オッケーオッケーオッケー、使いこなせてきたかな。なんだよ、ただのレウニスじゃねえか、びっくりさせやがって。ああ、このコロニーをやったやつじゃなさそうだ。そうか、ここはもう軍務長仇を。人は乗ってないのか。ああ、こいつはキャッスルから供給された自律偵察型、人が操作する必要はない。このマークラムダのだよね。え、ラムダって確か、うん、確か何？急いでここを離れよう。たとえ無人であっても今の戦闘情報はコロニーに伝達されているはずだ。戦ったのが僕たちであることがバレている可能性もある。だな、他に役に立ちそうなもんもねえみたいだし、行こうぜノア。わかった、ミオ。うん、ユーニ、気づいたよ、気づいたよ、彼は。